手紙1、宮沢賢治。昔あるところに一匹の竜が住んでいました。力が非常に強く、形も大層恐ろしく、それに激しい毒を持っていましたので、あらゆる生き物がこの竜に会えば、弱いものは目に見ただけで気を失って倒れ、強いものでもその毒気にあたって間もなく死んでしまうほどでした。この竜はある時、良い心を起こして、これからはもう悪いことをしない、すべてのものを悩まさないと誓いました。そして静かなところを求めて林の中に入って、じっと道理を考えていましたが、とうとう疲れて眠りました。全体、竜というものは眠る間は形が蛇のようになるのです。この竜も眠って蛇の形になり、体にはきれいな塗り色や金色の紋が現れていました。そこへ漁師どもが来まして、この蛇を見てびっくりするほど喜んで言いました。こんなきれいな珍しい皮を王様に差し上げて飾りにしてもらったらどんなに立派だろう。そこで杖でその頭をぐっと押さえ、刀でその皮を剥ぎ始めました。竜は目を覚まして考えました。俺の力はこの国さえも壊してしまえる。この漁師なんぞは何でもない。今俺が息を一つすれば毒に当たってすぐ死んでしまう。けれども私はさっきもう悪いことをしないと誓ったし、この漁師を殺したところで本当にかわいそうだ。もはやこの体は投げ捨てて、こらえてこらえてやろう。すっかり覚悟が決まりましたので、目をつぶって痛いのをじっとこらえ、またその人を毒に当てないように息を凝らして一心に皮を剥がれながら、悔しいという心さえ起こしませんでした。漁師は間もなく皮を剥いで行ってしまいました。竜は今は皮のない赤い肉ばかりで地に横たわりました。この時は日がカンカンと照って、土は非常に熱く、竜は苦しさにバタバタしながら水のあるところへ行こうとしました。この時たくさんの小さな虫がその体を食おうとして出てきましたので、蛇はまた、今肉をこの虫らにくれておけば、やがては誠の道をもこの虫らに教えることができると考えて、黙って動かずに虫に体を食わせ、とうとう乾いて死んでしまいました。死んでこの竜は天上に生まれ、後には世界で一番偉い人、お釈迦様になって、みんなに一番の幸せを与えました。この時の虫も、皆先に竜の考えたように、後にお釈迦様から教えを受けて、誠の道に入りました。このようにして、お釈迦様が誠のために身を捨てた場所は、今は世界中のあらゆるところを満たしました。この話はおとぎ話ではありません。